ののフィルルムとと同規規格格用スプール規格との大きさ比較左から順に135フィルム、127フィルム、120フィルム。写真機にフィルムを装填したところ、黄色の部分がフィルムに貼ってある裏紙である。127フィルムはスチル写真用のフィルムの規格である。画面サイズは4 6 5トル半8枚、トイのほか。 正方形の 44cm 半12枚取り、43cm 半16枚取りなどのフォーマットで使用される。127フィルムに対するベストフィルム 46.5cm 版に対するベスト版という名称は、コダックが1912年に発表したベストポケットコダックに由来する和製英語である。ベストポケットコダックベストフィルム使用写真機、ベビーブローニー。 幅 46mm のロールフィルムであり、フィルムの裏には車高用裏紙があって、スタートマーク及びコマナンバーが印刷されている。1912年、コダックがベストポケットコダック写真機と共に発表した。神経式のロールフィルムを使用し、蛇腹で折りたたんで、直近のポケットに入るほどの小型化を図った、フォールディングカメラである、同シリーズは安価であったこともあり。 1926年まで爆発的に数百万台を製造販売した。同写真機は1901年10月に発売した箱型写真機ナンバー2ブローニーと異なって平型であり、同期に始まる120フィルムよりも2センチメートル小さかった。同社は2年後の1914年5月に発売したナンバー0ブローニーに同フィルムを採用し、ベストポケット コダックのフィルムの範疇を早くも逸脱し始める。日本でも本企画を採用したカメラが製造された。例えばミノルタの最初の市販カメラは、1929年4月に発売された 46.5cm チメールディングカメラ、ニフカレッテであり、リコーの最初の市販カメラは、1934年に発売された 43cm 版の簡易型カメラ、オリンピック A 型であった。 コダックはブローニーラインの筐体をベークライト製にしてさらに簡易化127フィルムを使用するベビーブローニーを同年7月に発売している映画用 35mm フィルムを写真に流用した写真機ライカが1925年には発売開始していたが1934年コダックが装填の際に暗室のいらないパトローネ入りの新企画135 フィルムとして、新型写真機、レチナと共に製造販売を開始、さらに、フィルムサイズを小型化した。このフィルムは1950年代以降、写真用フィルムのコンシューマー用スタンダードとして、他のサイズのロールフィルム、とりわけ127フィルムを駆逐していく。その時代から1960年代にかけて、ドイツや日本では、ローライ、アグフア、ミノルタ、リコー、 ヤシカなどの企業が127フィルムを使用するカメラを製造し続けた。1995年7月コダックは83年間にわたって製造販売を続けた127フィルムを製造終了した。2012年2月現在、クロアチアのフォトケミカノバが白黒リバーサルフィルム FKR100-127 ドイツのマコがカラーネガフィルム ローライナイトバード127とカラーリバーサルフィルムローライクロスバード127カナダのブルーファイアラボラトリーズがカラーリバーサルフィルムブルーファイア村の160をそれぞれ製造販売しているカラーネが127フィルム44反写真機で撮影した正方形の写真いずれも1960年代後半までに製造終了している ブローニースターフレックスローライフレックス44ありがとうございます。